今回は整式の加減、足し算と引き算について学習していきましょう。プラスとマイナスに注意して、括弧を外しましょう。同類項にまとめましょう。同類項同士で計算しましょう。これが答えとなります。もう一度やってみましょう。プラスとマイナスに注意して、括弧を外しましょう。同類項にまとめましょう。同類項同士で計算しましょう。これが答えとなります。それでは練習をしてみましょう。一時停止ボタンを押して、練習問題を解きましょう。解き終わったら再生ボタンを押して丸付けをしましょう。それでは答え合わせをしていきましょう。1番は 6x-2y。2番は -5m プラス 7n です。最後に今回の学習のおさらいです。プラスとマイナスに注意して、括弧を外しましょう。同類項にまとめましょう。同類項同士で計算しましょう。これが答えとなります。これで今回の学習を終わります。